どうもこんにちは、ネコイカです。今回はですね、亀たちに、亀たちちげえわ。春はなんかそっけなくすぐに見てくるんですよ。今秋にはこんなに見てないですよ。今餌が欲しくて餌ねだりです。今日は亀たちのためにさっき取ってきたばっかりのスクミジンゴガイと、ウシガルのタマジャクシをね、与えていこうと思います。大好物なんだよね、カメダキ。オタマジャクシはナマスとかはね、ナマスとかには人気なんだけど、ライングとかには。うちのはね、あったので、出してきます。手からこうやる。小林、生命力強すぎ、持ってくるときに潰して、致命傷を与えられるんだけど。生命力強すぎ、持ってくるときに潰して致命傷を与えたんだけど、生きてやがる。すごいでっかい。くちゃ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 。よく食べるわ、この子。おたまとか大好きなんだよ。内臓は泥臭くて多分うまくないんだけど、残っていける。次はリンゴが一個は知ってますね。これ大好物なんだよね。ちょっと失礼、潰していきますわ。ちっちゃいやつだったらそのまま食べるんだけどね、ポリ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 。はいよ。食べる。見てる見てる。何してんだって。剥がなくても皮殻ごと入れても大丈夫。こいつは肉なら何でも食うのかな、これ。貝一人で食わればいいし。こっちなんてかまだ潰してる。まだもうちょっとある。こっちカメラ目線でカメラばっか見てる。このカメラ、カメラ目線のカメラに。なんちゃって。カメラ目線で。ああ、すごい。集まって、ついてないんだけど。
カメラが気になっちゃって全然食べないよ。後で食べるんだろうけど。このメスのカメ。オスが気づいてた。もうよく食ってんの。もう高いのね、これ食べて。一人で持ってきちゃった。ああ、羨ましそうに。それでは今回はこの辺で、今回はですね、うちの水亀たちに外来生物のね、ウシガエルのオタマとスクビリンゴンガイをあげる動画をお送りしました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、またチャンネル登録よろしくお願いします。猫ちゃん、いけいけ。